ハロー、タチャハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルド編第120回配信を撮っていきたいと思います。さて、現在魔大陸に来ておりますが、誘導システムさんに話をしていきますかね。ちなみにまたミラプリをしてまいりました。ピピ、エネルギー供給ラインに異常を検知。キメラ生物が不正にエネルギーを取得しているようです。キメラ生成ラボと生態培養局に異常源を確認。仕方ない、手分けしてキメラ生物を駆除しよう。シャンメイはキメラ生成ラボを頼む。生態培養局の方は我々で分担する。障害を取り除けばエネルギーも再供給されるはずだ。キメラ生物の駆除が終わったらここで落ち合おう。むむ、一回あっち行かなきゃいけないのか。わあ、めんどくさいけど行きますかね。あのね、めんどくさいっていうか、あの迷子になるんです。このね、ちょっと待ってよ。こっちで、あ、他から行けるのかなこれ。まあね、道がちょっと分かってないんだけどね。今のとこ一番この外側の外郭枠を回り込んでいかないと現状はいけないのかな。他に道ないだろうか。遠いな。ひょっとして違う道から行ける？あれ？文脈が？文脈じゃない、探検手帳か。他から行けるのかな？あれ、真ん中から取れた、ひょっとして。失敗したかな？あれだね、後でクエストとかできるんだったのに、なんか結構2往復ぐらいしちゃったもんね。あ、ここだ。ここも結構分かりにくい。あ、エンプーサさん、この子か。さん倒したらなんか報告できる。報告どこだった？あっちか。あとだな。目的地はこっち。報告は後でも行けるはずなので、ここ必ず殴られるんです。あ、行けた。ここか、生態培養局。指定地点はあそこ。
どうかな。うお。あ、でもそんなに硬くない。これは助かる。そしておかわりが来る。そしてあ、ん？ 1？ 3 分の 1？ なるほど。いいんだ。あと一箇所が、あそこか。でもなんかみんな作られた子たちなんだね。乗り物にもヘビーが適用されるんだ。知らなかった。うわ、思った。え、ヘビーっていつ切れるの。4321王国があっちか。まあ、ついでに行っとこうか。なんか知らない方が倒してくれたので助かったかも。一個報告が、え、この辺にあったっけ。え、あ、はいはいはい、研究システムさん。いや、倒してきたよ。ザザザ、アラガン・キマイラの駆除を確認。お疲れ様です。あなたのノルマは達成されました。やはり3種以上の魔物の合成は精神を不安定化するようです。さらに量産を急ぐあまり、繁殖力を強化した点も問題でしょう。新型種開発のためデータをラボに転送します。あ、ミラプリもらえる。コンプリート。じゃあ、あとは、現地報告まで両方ともワープかな。というわけで、第4転送リングか。あそこまでワープです。さて、第4転送リングのところまで戻ってまいりました。さて、まずこちらの狩猟システムさん。ザ、ザ、ザ、業務連絡、業務連絡、主任研究員、ザ、ザ、の新型対人生体兵器エンプーサが排除された模様。誠に遺憾です。ところでハンティング対象であるあなたがなぜ生きているのでしょうか。ザザ、え、逆、なにこれ。怖っ。え、これプログラムが書き換えられてるのか、最初からこうだったのか、なんだろう。あ、で、どうだったみんな。あ、そうだ、このね、真ん中のところ、ここね、ここ通れない。通れなかった。ここまでは来れるんだけど、こっちのルートに行かされる。結局外周回らなきゃダメだった。じゃあエステニアンさん、どうにも
俺はこいつを信用できん。うん、吉野さん、ある日のサバも随分と腕を上げたわ。早いところ教皇たちに追いつきたいところね。アルフィノ、キメラ生物との戦いでちょっとしたコツをつかんだ気がするよ。新しい魔法生物の召喚法に関してだがね。アルフィノはもうちゃんと戦える感じなのかな。ヤシトラさんとエステニアさんは戦力として一人前って感じだけど、まだアルフィノ君ちょっと心配かなっていう。ピピ、エネルギーの再供給を確認。転送装置を再起動します。転送装置にアクセスし移動してください。かっこいい。これ大丈夫かなっていつも思う。起動できたということで、ここで移動でいいかな。やはり帝国軍の連中もたどり着いていた。巨大戦艦の方は応急修理中といったところか。奴らの狙いも古代アラグ帝国の遺産、いえもしくはこの島そのものかしら。あえて戦うつもりもないが、俺たちの邪魔をするのであれば切り結ぶだけだ。血の気が多いのは別に構わないけど、余計な消耗だけは避けましょう。風脈が一個開きましたね。適当に笑ってる。風脈があと何個かな。ん？あ、そうか、移動した、え、移動した先じゃないわ、逃げた先、別のクエも他のメンバーいないんだけど、みんなどこ行ったん。その前にちょっと1個クエストだけ受けといていい。排除システムどうした。レベル59、やり慣れたお仕事。第5転送リングの排除システムは静かに佇んでいる。チュチュ。ザッザザ。アジスラー施設内に侵入者を検知しました。武器を所持していることから、内部中央政府に逆らう反乱勢力の可能性が濃厚です。1人につき8人の討伐により、排除は完了する見込みです。速やかに行動に移ってください。アラグ帝国万歳。ザンデ皇帝陛下に栄光あれ。へえ、ちょっとこれは後回しかな。あれ、メイン、あ、メインウィンは受けてない状態なんだね。じゃあ誘導システムさん、他のメンバーは消えてしまいました。レベル59クエスト、青き鎧の猛者。
第5転送リングの誘導システムは案内を続行しようとしているようだ。ジュジュ。ピピ、現在ここガンマ管区に侵入者の存在を確認。ライセンス条項にもある通り、侵入者との遭遇に伴う損害は保証対象外となりますのでご注意ください。それでは次の転送装置に移動しましょう。デルタ管区には当視察の目玉がございますので、生存状態を維持することをお勧めいたします。侵入者は大部隊であることが予想されます。遭遇に気をつけ、慎重にお進みください。一応敵認定は帝国側にされてる感じなのかなというところだね。あとロボットは敵の対象ではなさそうだね。この辺の帝国軍さんは硬いね。一人につき8体か。はこの先か。普通に進んでっても出会う感じかな。帝国さんは帝国の船、ちょっとかっこいい。カモンカモン。変なタイミングで血を入れたね。あと2体か。そんなにいる？あ、いるね。いや、君で最後ですよ。でもこれなんか調子に乗って戦ってると周りの子たちが復活しそうなんだよね。よし、さっさと行こう。復活してる。じゃあこれだけ報告したら先に進みますかねと思うんだけど、ここまでにしとこうかな。とりあえず報告報告。排除システムさん、よし。ただ侵入者の排除を確認しました。忠実なるアラグ帝国軍 将兵の皆様の奮闘を称えます。最後の反乱から5000年ほど経過しています。今後は警備を強化するよう執政官にレポートを。ザザコンプリート。というわけで今回はここまでにしたいかと思います。では第120回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。